こんばんは。この番組は、はい、山形県、はい、庄内地方で、はい、世のため人のため、はい、ことを起こし、はい、ている人ことを起こしている人たちを、はい、知るつながる、つながる、広げるをキーワードに発信する、はい、超おせっかいな情報番組、はい、ニュースを深く知りました。ニュースを深く知りました。はいはいはい、はい、じゃあ、今回のお題は何でしょうか。今回のお題はじゃんじゃがじゃん。はい、庄内日報。はい、庄内日報来ました。はい、うん、じゃじゃんじゃじゃん、はい、来ました。郷土の偉人、斎藤都一を偲ぶ。郷土の偉人、郷土の偉人ですよ。偉人、もう知らない。ご存知ない。知らない。知らないですか。知らない。彼は発明王です。ほう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 。何の発明者ですか、この人は。この人はですね、うん、ちょっと、ウィキ開いて、ウィキ開いてもらっていいですか。ウィキさん、はい。はい。はい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 、来ました。はい、来ました。やばい。やばいですよ。はい、今ちょっとタブーな、やばいですね。発明をしてますけど。タブーです、ね。軍用危機関係の発明を。はい。飛行機、飛行船。うん。潜水艇、うん、軽気球ですかね、はい、うん、あとこれ何、水雷艇、水雷艇、うんうん、10連発小銃、1235690、ハイパーオリンピックですよ。わかんないから、あ、そっか、ハイパーオリンピックのが古すぎるから、軍用系がそっちね、はい、なるほど、機械系、うん、こっちの方が私、機械系、はい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 、鶴岡は、うん、近代産業シルクで発展しました。え？知らない。シルクで発展したんですか。いや、戊辰戦争、うん、はい、負けました、会津、うん、やられました、うん、はい、庄内藩降参しました、うん、何にも殴られましたって言った時の次の産業、うん、シルクなんですよ。ほー、鶴岡はシルクが近代化がきっかけなんですよ。うん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 。で、なぜ斎藤都一がすごいかっていうと、うん、織機です。シルクの織機、シルクをこう織る機械、あの細いやつを織る機械、うん、それ作った人なんですか。電動ですよ、国内で先駆けて、うん、でその発明が1万台ですよ、全国に普及したやつ。彼がここでこれを発明したから、うん、さらに鶴岡のシルクの近代化が進んでいったと。うん、近代化って言ったけど、うんうん、何が近代化っていう話でしょ。うん、そうですね、うん、シルクを作ることで、うん、地主、風間さんがいますよね。大地主の風間さん、うん。あれが銀行に変わっていくんですよ。うん、それが今の庄内銀行ですよ。ほう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 。で、今の火星港あるじゃないですか。火星港。火星港が関係するんですか。火星港は折るための養成学校ですよ。うん、専門学校です。ガッチャンガッチャンやるための養成学校。はいはいはい。お、すごい。で、工業。うん。工業。あ、関係あるんですか。あれは染め、染色か。出ましたね。転職か、はい。うちの親父卒業ですよ。出ました。うちの親父、転職か。焼き鳥染めてますか。毎晩焼き鳥染めてますか。ガチャ染めてるかしら、私です。あ、知らなかった。そういうふうに、うん、この一つの産業をベースに、うん、いろんなものがこう発展していくことを、うん、難しい言葉で産業クラスターっていうんですね。産業クラスター。はい。なんかバラバラになりそうな名前ですね。バラバラがまとまる産業クラスターダーンみたいな。それのあの 1コンテンツを作ったのが斎藤都一さんですよ。1コンテンツを担ったのが、そうかそうか、この人がそれをやったことで、そうです、そういうおら、おねまね人も、増やさないまねし、そうです、染色の人も増やさないまねし、はい、お金もいるし、機械買うのさ、そしてこう、それが回っていくのが、こう、鶴岡が発揮し、近代化っていう。おー、すごい、知らないでしょ。知らないですね。斎藤都一さん、ちょっと待ってください。この人いなかったら鶴岡が今全然違うかもしれない。違うことになってたんですよ。私もこんな格好して、このメガネして、この帽子かぶってこんなことしてないんですよ。あります、確かに、あります。三浦総平になってないですね。なってないですよ。私が鶴岡にしがみついてる理由もこれですから。おー、え、シルクですから。あ、そっか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 、シルクで、はい、そういうことですね。そうですよ。あ、でもそういえば、そもそも鶴岡シルクっていうのは珍しいんですか。
鶴岡シルクが珍しいのではない、シルクとしては最高発、うん、国内シルクとしては、え、あ、最後だよ、最後だよ、ただ鶴岡にも残ってる世界一があります、シルクを真っ白にする技術、精錬技術、精錬、はい、技術、はい、それは難しいんですか。難しいみたいですね。それはそうですよね。世界一とかある。世界一、あのドバイのあのこの巻くやつとか、うん、世界中のシルクを白くしたい、うん、高いシルクは必ず鶴岡に来ます。もう絶対ここ通る、白く真っ白にしたいやつ。ちょっと気なりかかってんだよ。気なりってなんですか。気なりっていうのは T シャツ白、ホワイト、オフホワイト。オフホワイト。ん？これ？これオフホワイト。これホワイト。おお、ちょうど来てるな。なるほどなるほど。やっぱ白くならないんですよ。それが今後までなりますよってこと。ピッカピカですよ。なんか庄内っていうか鶴岡ってなんかそういうこと多いですね。そうっすよ。なんかこうここさしかないとか。そうっすよ。すごいこう真面目なんですかね。突き詰めるじゃないですか。なんかそういう人多いのかもしれないですね。ストイックマニアックじゃないですか。この人だってそうですもんね。斉藤統一さんって本当これすごいんだから。もうまずあのウィキの URL。書いておきます。はい。あと、シルクに関しての、あの、まとめサイト、出しておいて。はいはい、わかりました。すごいんだから。僕、ちょっと気になったのが、ここに、なんか、人物ってとこに、はい。トヨタグループの創業者の、豊田、見つけちゃいました。佐吉と共にって書いてありますけど、見つけちゃいましたね。うん。西の豊田佐吉。うん。東の斉藤統一ですよ。え？あの、トヨタの創業者、どう？こうなってたってことですか。トヨタは綿の織物、織機を作ったんですよ。ほうほうほう。トヨタ佐吉さん。書いてある。斉藤統一さんは絹の織機を作ったんですよ。ただ技術的に糸の太さで言うと、シルクの方が細いからすごい大変なんですよ。ただ素材の発展性、汎用性で綿の方が伸びちゃったから、そういうことですね。今のトヨタがある。なるほど、そっか。じゃあ技術で言えばもう明らかに斉藤統一さんの、はい、その技術の方が優れてるわけですよ。こうガッチャンガッチャンってやるやつがもっと縦横こう這わせるわけで、自動でマジでなるほど見たことあるわけですか。ありますよ、すごい音立ててますよ。あ、そっか、今新しい機械はねえと、その人が作った今のその機械作ってますよ。え、まだ。そうっすよ、まだあるんですかこれ。あります、まず山に。で、じゃなくて、その機械は作ってないですよね、もう。あと、その昔の機械を使って、出す、ね。あとやるしかねえ。出す。っていうとこまで来てると。イエス。未だに動いてる。未だに。これメンテナンスとかって、壊れたものをストックしといて、部品取りですよ。じゃあ、だんだん減っていきますよね。産業衰退してから間に合いますよ。それは、それはそれで。悲しいかな。で、もう、結局は今じゃあ作ろうって言ったら、絶対無理だっていうような技術が、操作はこうある。撮影行くじゃないですか、うんうんうん、イメージ風景を撮りたくて、うん、撮りてったじゃないですか。工場長からめっちゃ怒られましたから、これ中国から見ないとやばいからアングル変えてくれって。すごいんですね。すごいんですよこれ。下手したらこの人のドラマとかもしかして。そうなんですよ、だから映画村でやってほしいんですよね。あ、まあこういう人ですよね。これと産業クラスターで鶴岡の近代化っていうテーマでやっていただくとすごいめっちゃ盛り上がるんですよ俺は。最近はしかしシルクっていうのはなんかあるんですか。最近のシルクはそれこそ私ちょいちょい 3年4年いじってたファッションショーウェディングドレスの、はい、うん、あとは、うん、なりわいプロジェクト、うんうんうん、ありますね。なりわいプロジェクト、うんうん、で、はい、シルク部っていうの中から、はい、シルクふんどし、シルクのふんどし、はい、でもふんどし今ブームですからね、はい、あとは中央高校さんが、うん、食べるシルクでシルクメロンパン、ほう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 、あとはシルクのパンシュークリームかな、グランデルサンさん。食べれるんですね。食べます。美味しい。無味無臭。無味無臭、はい、うん、邪魔しない素材を。あ、そうか、何にでも入れ込める、入れ入れ、ギャグ映画、はい、うん、だから、うん、あれ厚みのキュータさん、はいはいはい、あれのラーメンはシルク麺、はいはいはい、でそれ食べるとプルンプルンプルプルン、
あのいわゆるあのあれですよね、あの女性が欲しがる、うん、あのプルプルのコラーゲン的な、コラーゲン、コラーゲン、うん、コラーゲンなんですか？コラーゲンではないです。人間に近いタンパク質、ほぼ。コラーゲンは何なんですか？コラーゲンを調べてくださいよ。コラーゲンっていうのは、うん、あ、タンパク質だ。でもでも元は、うん、何、動物の軟骨とか骨だ。ああ、そうだそうだ、コラーゲン、ゼラチン、そうだ、うん、そうか、あ、豚足とか、あ、そうだそうだ、うんうん、関節の間とかの、うん、こういうところがのやつを食べるとタンパク質だから、うん、プルプルになりますよ、はい、あ、知らなかったっすよ俺。あのプルプルになるのって、あの足の方のプニョプニョしてるやつ食べたらだと思ってました。あれもでもコラーゲン。あ、まあ、あ、そっか、コラーゲン、それがそっちはタンパク質まんまだと、うん、これもタンパク質だけども動物性だろこれ。うん、でもやっぱこう食べるとそれだけ取れるわけじゃなくて、いろいろ取れるいますよ、脂肪とか。ああ、そっかそっかそっか。だからこういろいろ太るなもなるし、うん、おずりがついてくる、ね、おずりつきます、だしもついてくるし、うん、こっちはまんま、うん、ダイレクトいいんですからね、コラーゲン、うん、それに乗っかって私シルク団子、うん、シルク団子、はい、シルク団子っていうのはどんな感じのものなんでございますか？え、待って、今もうあるんですか？もう明日の朝さ、ヤマドに届きますよ。え、どういうものなんですか？白いので、うん、ちっちゃい握り拳ぐらい、うんうん、3つ。団子三兄弟ですね。言いたくないけど、うん、団子三兄弟です。三兄弟の形ですね、はいはい、で1本350円、焼いて食べるやつ、うん、私が念願かなってやっと彼と出会って、なるほど、彼を知って知って、こういろ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 シルクの活動をして、やって、うん、紆余曲折してやっと今ここまで来たっていうのがシルク団子。明日届きます。明日届きます。で、いつから売るんですか？明日からカモで。明日からカモで。明日からっていうのは何日ですかこれ？22日ですね、週末カモで。8月22日、そうです。ってことはもうこの動画が配信される時にはもうすでに売ってるっていう。なるほど。じゃあそれを皮切りに、もし人気が出ればいろんなシルクを使ったやつを、シルクを使った、はい。ということは総平さんはシルクをメインにした食品開発をしたいってことなんですか？私シルク業界足突っ込んでみて分かったのは、足突っ込んで、はい、私の役目、はい、役割は、はい、シルクの出口を作ること。うん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 、シルクの出口、シルクを売る出口ですね、はいはいはい、ので、はい、食べるシルクに舵を切ったので、はい、その商品で、売れて利益が乗れば、うん、その利益をまた別のシルクに投資、再投資して開発して、どん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 、シルクのつろう、シルクといえばつろうか、食べるシルクといえばつろうかみたいな、はい、ああもうシルクの商品いっぱいあるよと、はい、ここに来て食べてください、食べてくる、あ、こっちに来て食べてくる、あ、観光も入ってますから、うん、でお土産でも持ってってねと。そうです。でついでにこうなんか小物なんか買ったり、服も買っちゃってみたいな。そうですね。そこでやっと服が出てくるんですよ、ね。なるほど。シルクを食べてからこう、そのシルクに興味を持ってもらうっていう意地もありますもんね。すごい。でしょ。すごい。この人のおかげなんですよ。土井さん。あれじゃないですか。そろそろ名前変えた方がいいんじゃないですか。じゃあ。何と。三浦シルクとかなんかあの。いるじゃん。シルク姉さんとか。だからちょっと男は違うじゃんやっぱり。いや、いいんじゃないですか、シルク兄さん。気持ち悪いじゃんやっぱり、なんか。すごい。そうなんですよ。なるほどね。そんなすごいですね。そういう土地に皆さん住んでるんですよ。そういうことですね。そういうアイデンティティを庄内人は根っこで持ってるんですよ。うん、なんかどっかで忘れてきてるんですよ、うんうん、絶対これは深く知ってほしい、うん、そうですね。今日暑いな俺、うん、なんか暑い、暑くて汗が止まらない、めんどくせえ。じゃあそんな感じで、はい、そうですね、はい、はい、ニュースを深く知りましょうね、はい、今日は、斉藤トイツさんという、斉藤トイツさん、はい、知りましょう、知りましょう、よろしくお願いします、はい。